カラシンメは、甲骨魚類の分類群の一つ。全種が淡水魚で、干渉魚としてよく知られるテトラやピラニアの仲間など、ニアク18か270属1674種で構成される。南米で重要な水産資源となっているカラシン科の一種、コロソマカラシンメには2006年の時点で1600を超える種が記載され、魚類の目の中ではスズキ目、コイ目。 生詰めに次いで4番目に大きな一群となっている。およそ200種がアフリカに残る1400種以上がアメリカ合衆国南西部、メキシコ、中央アメリカ、南アメリカの淡水域に生息する。アフリカに分布するカラシン類にはキタリヌスカ、アレステスカ、ヘプセトスカの3つの系統が知られる。日本には分布しない。濃い目に姿が類似するが、 背びれとしじびれの間に小さな油びれを持つことが際である。体色は銀色を主体とするものが多いが、鮮やかな色彩に富む種類も多数知られ、水族館あるいは個人のアクアリウムで広く飼育対象とされている。また一部の種類や個体では、本来の色ではなく、金色になるゴールデン化、銀色になるプラチナ化と呼ばれる現象を起こすものがある。これは、 魚に無害なバクテリアが寄生することで出現し、そのバクテリアがグアニンと呼ばれる金属光沢を起こす成分を作り出すことによるものである。一方でコロソマなど大型のものは食用魚として重要な種類も多い。なお、このグループでは小型魚を中心にテトラと呼ばれるものが多いが必ずしも小型カラシンイコールテトラではない。カラシン目にところ属する仲間は そのほとんどが体長3センチメートル未満の小型魚類である。一方で体長数十センチメートルに及ぶ中、大型種もアフリカ、南アメリカに分布し、アフリカ中央部に分布する最大種の無縁は体長1 4メートルに達する。カラシン目は濃い目や生爪目とともに、骨表上目と呼ばれるグループにところ属し、共通の特徴であるウェーバー器官を持つ。 顎の歯がよく発達し、ほとんどの種類は肉食性であるが、草食性あるいはデトリタス食性の魚類も含まれる。濃いめと同じように、陰頭葉を持つが、草食性の仲間を除きあまり発達はしていない。プロキロダスか、平民を出スかの一部などの例外を除き、上顎を突き出すことはできない。ほとんどの種類は、背びれと尾ひれの間に、肉質のひれである、油ひれ持ち、 体表は鱗に覆われる。生爪めの魚類とは異なり、カラシン目の仲間には、口ひげがない。腹期は、腹部中央付近にあり、尻びれの規定は中程度の長さで、ひれ状は45本未満である。尾ひれのしゅびれ状は、通常19本。側線はしばしば湾曲し、不完全なこともある。あと、ギサ骨は3本。 最も古い時代のカラシンメ魚類の化石は、後期ツキ新生の地層から出土しているが、白秋前期のものと見られる化石がブラジルから報告されており、この化石がカラシンメと同定された場合には、最古の骨、氷類ということになる。カラシンモクは、キタリヌスアモクとカラシンアモクのニアモクからなり、18か270属1674種を含む。 系統関係の解析が未完成であるほか、回下,下の分類基準には、不明瞭な部分が多く残され、分類体系は流動的である。和名のない分類名の一部については、上野、坂本によるカタカナ表記に従った。恋目から新亜目として扱われる場合もある。キタリヌス亜目、サイトホリノワディは日下20属98種で構成される。本暗木は、 すべてのカラシン類の起源となるグループと考えられており、ほぼ全種がアフリカに分布する。2本の剣士を持ち、第2、第3語、サコ骨は融合する。鱗は一部を除きクシュロコで、腹気のヒレ上数は比較的多い。今後テトラフィナキグラムスインタープテスクテノルキウス科の一種。本家はガーやカワカマスに類似した体型を持つスリーライン。 ペンシルナナスタマストライファシタスから新アモク、キャロッコイディは16か250属1576種で構成される。アノストムス上かアノストムス上かナスタモイリアは4か25属260種で構成される。クリマタカ、プロキロダスカ、およびアノストムスカ、キロダスカはそれぞれに数つまとまって名称未定の回分類群を構成する。前者は 最急の上部に大きな袋状の器官を持つ。また、上部の陰頭馬は、発達が悪く、大半の仲間は、デトリタス植性である。本群を単形頭群として規定するための、共有派生形質の多くは、接触に関係した特徴となっている。アノストムスカ、キロダスカは、下顎が、やや短く、上下の顎に一列の刺列を持つ。陰頭馬は上下ともよく発達する。 頭を下げた斜めの状態で泳ぐ種類が多く、英語名の由来となっている。デトリタス植生あるいは草食生のグループである。以下の系統時は、カルキャニアとエトールによる。ありがとうございます。